実際に自分で試作して食べてみたいと思います。これは結構膨れてるな。これタコパパすごい。こんにちは、成人とこです。前回まではたくさんたこ焼き食べてですね、たこ焼きスキル上げたということで、実際に自分で試作して食べてみたいと思います。これね、だいぶ前にですけどいただいたいすみのたこをですね、大原の大原だごをいただいて、生きたまま凍らして、でそれを自然解凍にしたものを預けてた店からもらってきました。相変わらずでかいね。3キロでっかいだ。あ、汚い。やっぱ汚いな、こういうとこ。こういうとこ汚いやな。うわ、ぬるぬる、えぐいぬるぬるやわ。一つ一つこれほじくるの。いやもう。でも美味しくなりますか。こう、でもさすがにこんなままは嫌やもんな、俺も。ここの掃除するだけでパートのおばちゃん雇いたいわ。ちょっと一旦切ろうぜ。切ってくれ。タコなんて切ったことないもんな、人生において初タコ。こんな感じ。よし、いった、足一本。でこっからこれやろ、黒玉取りやろ。これをなんか中にこびりついてるというかね、ほら入ってんねん。ほら、何個でも出てくるもん。すごいわこれ。たこ焼き大変やな。じゃあ、でも一応もんとか、これだよな。だからぬるぬる取った方が作業はしやすい感じやな。ちょっと切れる。もうちょっと切れない。よし、じゃあ茹でますよ。90秒。はい、いきます。入れました。こんな色なの。うまそうですよ。かわいいね。吸盤、俺の親指の爪ぐらいなんだよ。ちょっと持ってもらっていいですか。ちょっと今ちょっと熱いですね。冷やします。冷やしますね。冷やします。冷やします。はい、こういう感じです。うまそう。包丁入れますよ。切れへんもんね。そうですね、綺麗。もうちょっとみんな喜びすぎやろ。これぐらい、これぐらいかな。これぐらい。いいね、いいよ。一回やろう、これで。よし、じゃあまず粉といでいきます。熱いな。何がこんなもんやろ。 200g。 ルール大丈夫ですか。ルール測らずに入れてるけど。こんなもんこんなもんや。でも、ええ感じになってきた。ダマがもう取れたよ。これで
じゃあ作ります。かっぱ橋でこうできました。ほんまはね、四角いのがね、なと思ったら、丸いのは僕初めて使うんですよ。その四角いやつがカコン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 ってやったら、量をね、こう厳密に均等にしなくてもよかったんですけど、丸いのがね、このカセットコンロのやつがね、もう丸いやつやったんですよ。言い訳してるわけちゃいますね。今回はこう初めて使うということを皆さんに知っておいてもらおうと思いました。で、基本的にね、僕たこ焼き自分がこう作ってきた経験で、経験則で言いますと、1個目がね、すっごい下手くそ、なんか知らんけど、これちょっと先っちょ出すぎちゃうでかい、なんか入れすぎたし、銀だこになっちゃう。今から入れすぎた油取ります。始まらんな。ちょっと水残ってたんちゃうかな。早かったか、ちょっと早かったような感じです。うわぁ、ちょっと足りんかった。ほんのちょっと足りんかった。見て見て、ほんのちょっと。しかし今から入れていくので、たこ焼きを、たこ溢れてると思います。ほら、たこが大きいっすね。たこ大きいね、いいね。でね、一回ね、これ焦げたと思ったらね、もう火下げてもね、鉄板やからね、終わり。はい、入れました。そして今からこうクリクリして、このクリクリは1個派と2個派の人がいます。僕はね、1個派です。僕は1個クリクリで、でこれが四角かったらガッ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 ってできるんですよ。でこれ丸い境に、なんかこうどこに何があるか分からないけど、こう繋がってる部分のがちょっと見えにくくてね、でこう四角いとかでこう押し込んだりするのがすっごいやりやすいわけ。僕一個は。でもね、俺思うんやけど、一発目から上手にできてるわ、うん、初めての鉄板にしてはうまいよこれ。もうこれはポッコン触れてるやん。これ見て、上手に触れた。ほらどう、これちょっと焦げてるけどね、こんなの焦げてタコも出たけど。でもサービス精神が溢れてたみたいなところがあるの。さあ、まず何にもつけず食ってみますね。水とたこ焼きミックスと、生姜と、天かす、ネギ入れました。そんだけです。いってみます。何にもつけてません。味わかります。どうですか。うん。うん。タコパワーすごい。歯応えが。でもコリコリなってるのタコ。タコ。これもうちょっと考えな。子供がホルモン食った時みたいな。いつ飲み込んでいいかわからないパターンや、これ。これやで入ってんのな。
子供無理だ。刻んで入れなあかんわ。ただ、うん、旨味というかタコのそれはすごく出る。目分量でやった粉完璧今何にもつけてないプレーンやけど十分うまい。たこ焼きミックスすげえ。あれ汁いい汁でしょ、うん、がね、これ塩入れたな子供なおさらいつ食うてえか分からない。ずっとうまい。たこ焼きの味とその後塩の味もくるやろ。無限に味あるみたいな。これはたこがでかすぎる。刻んだりってできるんかな。例えば俺ほんまこれぐらいにしてもいいと思うね。たこだいぶ小さすぎなかったよこれ。小さして3個4個入れるみたいな。いいね。うん。第2段階で、第2段階はだし汁をさっきタコを茹でた汁を入れました。であとタコを食べやすいように小さくしました。それで次で第2段作りたいと思います。もうあの。小さいです。ネギをペロペロペロ。あ、焦げますから。はい。これでも最高ちゃうかこれ。これが入ってきました。いただきます。えらいもんや。タコちっちゃしたよ。旨味が出てない。でかい意味があったんやこれ。だからでっかいやつが入ってた方がだいぶうまいぞ。すごいな。難しいぞこれ。もう全く違う。びっくりした。茹で汁はやっぱ関係ないんやわ。味はそのやっぱでっかいのを入れたっていうことで一発目の方がうまみがすげえぞ。おもろいな。意味があるやっぱでかいのは。歯ごたえうんぬよりもその旨味がもう口の中に入れた瞬間のもう旨味がさっきのと産んで、本日3種類目のたこ焼きを作ります。これはですねタコあの頑固親父が言ってたみたいにちょっと長時間茹でました。今回1時間茹でた状態です。もうサイズも全然違うし持った感じもあの全然違う。おそらくこう外側になるのね。タコにしたらここはもうなんかプルンプルンあのホルモンみたいな。包丁も入れてみますね。誰が茹ですぎたら固なるっていうか、ね、でも全然もう全然です。全然急にこの包丁の性能が上がったこのように見えますが、そのでも逆に今度ねツルンツルン部分があって切りにくい。これぐらいでんじゃんなあ。これぐらいでいいですよね。よしこれぐらいでよし。あ、ちょっと塩茹で1時間の見た目は3作目が最高やね。いただきます。
一番軽い。今までのたこ焼きと同じ重さや思うとや、勢いで持ち上げたらこうなる。いただきます。これうまそう。うわっ、ネギ入れすぎた。でしょうね。だろう。どうした？ネギ入れすぎやな。いやもう最後やから言ってまいよ。あんまってもしゃあないやろ思って。ネギや。どういうことですか？ネギ焼きやもん。最悪や。最悪。最悪。いや、あのせっかく電話取ろうとしたのに。なんでネギ残ったらもったいないとか思ったんやろ。うわ最悪や、こんな最高の出来やのに。でも勉強になりましたよ。ネギは入りすぎるとタコを殺す。柔らかさ最高。やっぱ1時間茹でやな。もうちょっとでっかく切ってもいいかもかな。ちょっと一発目のあれにビビって、ちっちゃく切りすぎた。今度ネギなしで一回切ってみる。ね、ネギなし紅生姜天かすで大きく切ったやつ。ソースなしでこんだけうまかったら、最高やこれ。ありがとうございます。もうもうゴールはそこですよ。今回はですね、実際にたこ焼きを作って試食してみました。やっぱりえらいもんで、3回目のよう茹でた柔らかくしたたこでやるっていうのがやっぱ正解かなと思ってます。ほんでもう粉はもうあのたこ焼きミックスで。すごいよな、うまかったよな。いや、あ、もうオーブンびっくりしたわ。あれ、卵の水溶いただけやで。だし何でも入れてん。ほんまはいろんなだし粉入れてたんや。伊勢海老のだしとか立てましたね。うん、一切使わせやん。恐ろしくうまいよね、あれ。まあまあ、それ使って、で次回はね、もう完全に仕上げるためにソース、ソース、まあソース、醤油、要はタレやね、をどうするかという感じで考えております。もしあの私の地方では、僕の地方ではこんなのつけますよ、これ僕でやった時美味しかったですよっていうのがありましたら、あの書き込みの方よろしくお願いします。試してみたいと思います。では次回お楽しみに。